伊駒は、大日本帝国海軍の巡洋戦艦。春光寺は、総高巡洋艦。筑波型巡洋戦艦の2番艦。艦名は、奈良県にある伊駒山にちなんで命名された。戦艦に準ずる砲字からを持つ巡洋艦として、また両巡行為戦に伴う戦艦初瀬戸や島の沈没を補うため、姉妹艦筑波と共に急遽計画された。暮海軍交渉で建造され、 1912年に類別としての巡洋船艦が新設されるまでは一等巡洋艦であった。つくば型二隻は日本艦として石炭、重油根小艦を採用した最初期の艦であり、昇格を世界で初めて廃止した主力艦である。1904年6月23日製造訓練が出され、1905年3月15日、牛号走行巡洋艦は、 クレ海軍交渉で寄港した。直オキ艦もクレ海軍交渉で製造された。6月11日、日本海軍は建造予定の主力艦艇6隻の艦名を内定する。牛号装甲巡洋艦の艦名は伊駒を内定。1906年4月8日、明治天皇皇太子軍令部長、東郷平八郎大将ほかは装甲巡洋艦、岩手に上艦し、 クレ港に到着した。4月9日、皇太子隣席の下で、牛号装甲巡洋館は浸水。同日府で、牛号装甲巡洋館は正式にイコマと命名。一等巡洋館に類別。イコマ浸水式を終え、皇太子は、小戸島に向かった。1908年3月24日、イコマは竣工1910年には、 アルゼンチン独立100周年記念式典に参加し、南米から欧州まで訪問している。1912年8月28日、日本海軍は官邸類別等級表を改定する。4隻は巡洋戦艦に類別された。1914年9月まで大修理を施行した。第一次世界大戦では南洋方面で行動した。九百十六年七月四日、 大正天皇皇太子は、北陸地方を行計することになり、名古屋駅から京都駅、さらに綾部駅を経由して午後4時に新舞鶴に到着。一駒に上官して宿泊する。副部,部官は、倉間。当時の一駒と倉間は、第二戦隊を編成していた。七月五日朝、東郷平八郎東宮語学問所総裁、同漢字小笠原長生、伏見宮広康を 第二戦隊司令官との対面を終えた皇太子は、イコマより、舞鶴鎮守府に上陸。舞鶴海軍交渉で建造中の駆逐艦二隻を、見学、加護神社参拝、天の橋立見学等の行事を終え、夕刻に、イコマへ戻った。7月6日、イコマとクラマは、七尾湾に停泊、皇太子は上陸して、行事をこなした。また、イコマ館内も見学している。 7月7日朝、生駒と倉間は、七尾湾を出発、佐渡島に向かう。午後1時45分に、佐渡島到着。皇太子、広谷総一行は上陸して、純徳天皇家総塚山野辺を参拝、訪問した。7月8日は悪天候のため予定中止。皇太子は、佐渡島両津湾に停泊する、生駒で過ごした。7月9日、皇太子一行は上陸。 純徳天皇の黒木御所氏や各地をめぐった。生駒帰還後、皇太子は、フ部カ倉間に立ち寄った。7月10日午前6時30分、二席は、両津湾を出発、午前8時30分に、新潟港沖に到着。9時35分、皇太子は、生駒を、大艦、関西水雷艇で、新潟港に上陸。本館は皇太子をお召し官任務を得た。 1917年1月14日、横須賀軍港には、生駒マイカ日本海軍の官邸多数が所在だった。午後3時15分、筑波は、全部火薬小事故により大爆発を起こして降沈。生駒は、両艦島と筑波生存者救出に従事した。1918年6月10日、大正天皇皇太子は、伊豆諸島に行刑。生駒は、お召し艦に指定された。皇太子は、 横浜港で伊駒マに乗艦し、10時15分に出港。本館は伊豆半島伊東市沖合で下泊する。6月11日午前7時15分、伊駒マは伊東沖合を出港し、9時20分に伊豆大島到着。皇太子は上陸して、島内各省見学後、午後0時50分に伊駒マに帰還本館は伊豆大島を就航した後、 午後6時35分に立山湾到着、停泊する。6月12日午前8時、おし館、イコマは立山沖を出港。午後1時30分に横浜港到着。皇太子は退官し、東宮御所に戻った。その後、ワシントン海軍軍縮条約により廃棄が決定。1923年9月20日、除籍。官邸類別等級表からも削除。 三菱長崎造船所で解体1924年11月24日に解体完了した。解体後、伊駒マの全部砲塔は横須賀海軍工廠で陸上砲台向きに改造され、東京湾要塞の須崎第一砲台に移設の上で沿岸砲として活用されている。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。 昭和造船士1ピアニッシも776から777不評。第2鑑定用目標1主力管用目標では原則8インチとしている。ありがとうございます。